はい。名前がね、なかなか面白くてですね、こんな感じになってるんですね。ずるい検索ということで、えー、ずるいと言ってね、るがね、逆さまになってますけど、まあそのぐらいですね、もうあの、本当にね、ひっくり返るぐらいですね、すごいツール。 ノウハウがですね、たくさん入っている本なんですけど、まあなんかね、このタイトルだけ見ると、ああ、あれでしょって言って、なんか Google で検索するときに、なんか後ろにね、なんかいろんなものをつけてですね、なんか絞り込み検索したりとか、えー、なんかそういう Twitter で検索するときの裏技とか、そういうやつでしょっていうふうに、なんかね、パッと見たら思っちゃうかもしれませんが、実はね、内容はね、これ全然違っているんですね。まあそういう意味でもずるいなっていうのを思うんですけど、えー、ここにね、タイトルのときに書いてますように、賢い人は知 調べ方で差をつけるっていうふうに書いているんですね。ちょっとだけ内容を見ていきますとですね、こんな感じになっていて、はい、これ230のツールを紹介というふうに書いているんですね。 で、えー、実際にですね、こんな感じのことが書いてます。Google マップの正しい使い方とか、翻訳の時に便利なツールがあるよとかですね、ニュースを読む時に便利なツールがあるよとかですね、例えば EC サイト分析するのにいいのがあるよとかですね、ChatGPT を使ってこんなことができるよとか、SNS で自分専用の情報収集ツールに変えられるとかですね、まあ、いろんな、その、 調べ物をするとか、情報を入手するとか、何か探し物をするっていう時にですね、世の中にはいろんな便利なツールがあるんだけど、これらをですね、こう、一度に全部返した。 本が今回出たんですね。これね、すごいなっていうふうに思うんですよね。まあ、ありそうでなかった。なんかね、それぞれの、なんか Google に特化したとかですね、SNS に特化したとかですね、クラウドに特化したみたいなものはあるんだけど、全部ざっくりとですね、この IT に関するいろんなツールがですね、まとめて全部紹介されてるって、なかなかね、レアだと思うんですよね。そういう意味では本当にね、ずるいなと思うわけですけど、で、こちらですね、はい。 えじ、ー、りさんという方がですね、えー、書かれた本なんですけど、えー、この中にですね、実はえじりさんから私の方にですね、まあ、あの、インタビューして、実際その内容がですね、この本の中で紹介されてるんですね。 僕がどのようにしていろんなネット情報を集めてきて、まあ、ある意味僕はどのようにずるいですね、検索を使ってですね、世の中の IT 情報を入手しているかっていうことをですね、知りたいっていうことで、えー、インタビューを受けまして、その記事の内容もこの本の中に載っていますので、ぜひですね、見てほしいなと思うんですね。で、そこで話した内容なんですが、 ここにありますんですね。ディスコードのコミュニティっていうのがあって、まあ今回のツールは現時点日本になったまでが載っているんだけど、でもこれからどんどん新しいツールとかですね、新しいサービスが出てくるので、それをここでですね、紹介してですね、みんなでその、共有してですね、みんなのですね、知を集めていきましょうね。 ということについて、ディスコードのコミュニティみたいなのを作ったらどうですかみたいなことをですね、ちょっとまあ言ったことがあるんですね。ただまあ、僕の話ではなく、まあね、もともと持ってたかもしれませんけど、今回こういうふうに現実としてですね、コミュニティができたので、よかったら皆さんもですね、入っていただければ嬉しいなと思ってるんですけど、で、ここの中にですね、実際に、あの、インタビューの声ということで、僕のですね、顔写真と、この集大成はすごいですね、と、もっと集合値を高めるコミュニティが欲しいっていうふうに書いたのがですね、今回実 実現できてね良かったなと思っているので、えー、ぜひですね皆さんもですねこの本を貼ってほしいなという,ふうに思います。でこのねページのリンクア動画ブログの方にリンク貼っておきますので良かったらね、えー、ご覧いただければと思っています。でこれあの六月30日つまり明日発売になりますのでぜひですね予約購入していただければと思ってるんですけど、えー、こちらです、ね、Amazon で購入ありますので、えー、Amazon で購入をしてください。 はい、えー、僕はですね、6月1日にですね、商品を購入したって出てると思いますので、す、え、で、ー、にですね、予約済みになっていますということですね。えー、ぜひ皆さんも買ってみてください。